陰キャすぎるフィッシャーズ。どうも、フィッシャーズのシルクと、ダコです。今回は、会場アスレチック対決。あれ、ここ、公園だけど。大丈夫。タイトルだけで釣れるから。オープンフィッシャーズ。ちゃんと行かないとやばいよ。でも、これでいつも再生数取れてるし。え？魚だけに再生数も大量ってか。コメントも大量。アンチで。オープン大しけ。海大荒れじゃん。ちゃんとやろうよ。よし、じゃあゴールタイム早い方が勝ちで、海に落ちたら負けね。運動神経しがいすぎて勝負になるかな。さすがの自信だな。秒でゴールして終わらせるか。いや、さすがのシルク君でも秒は無理だ。なら見せてやるよ。お、有言実行。大丈夫？いや、大怪我だよ。今のでそんなに重傷だよ。2本も噛み抜けた。オープン軽傷。全然怪我なしじゃん。うわ、フィッシャーズじゃん。ファンです。ファンネームなんだっけ。僕ら魚についてきてくれるって意味で名前。ああ、出てきた。言わないで。君たち金魚の糞だね。オープンフンネーム。炎上して焼き魚になるぞ。おい、てかさ、アスレチックやめて球技対決に変えない。なら僕が得意なドッジボール対決でどう。得意だったっけ。めちゃくちゃ得意だよ。昔から避けるのだけが上手くて、最後まで残るのに何もできない陰キャって言われてたからね。じゃあルールどうする。顔面セーフルールでいく。顔面セーフって何。え、小学校これやらなかった。僕入れてもらえなかったんだ、ブスだから。オープン顔面アウトルール。ポジションめっちゃ外野じゃん。やっぱ運動系より VTuber とかになりたい。いやでも声に特徴ないし誰かわかんないって。いや特徴ある、頭だけは映すわ。あー、 VTuber。 チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。